来た。こんにちは、始まりました、川西美希です。今回はこちら。この間韓国に3泊4日で旅行してきたんですけど、帰ってきたのでアウトパッキングしていきつつ、キャリーの中身とか韓国に持っていくものとか、めっちゃ便利なフライト用のカバンとか紹介します。それでは川西チャンネル始まるよ。そしたらまずキャリーから。帰ってきて実はもう3日4日するんですけど、基本は1週間ぐらいキャリーそのままにするタイプで、このキャリーは ACE っていうところのブランドかな。で、100リットルの結構大きいやつで、両開き能を買いました。で、そこの店員さん曰く100リットル以上だと課税料金取られちゃうから、最近厳しいから100の方がいいよって言ってこれを買いました。ちょっとね、重すぎて倒せられない。いきます。キャリーこんな感じ。両開きなの本当嬉しいんだよね。で、結構乱雑に入れてるんですけど、まず土産の方から開けてこっかな。こっち側が全部オリーブヤングになってます。もうオリーブヤングで本当に買い物をしすぎて、これちょっと入れれないんじゃないっていうことで、姉ちゃんと一緒に行ったんだけど、姉ちゃんにも入れてもらいました。購入品も紹介しようと思ってるんだけど、リジュランの新しいやつなのかな、美容液とか、これむくみ取れるホバクチャ、かぼちゃのお茶ですね。液体になってるバージョンとティーパックのやつがあって、どっちも買って、液体になってるやつは甘くないかぼちゃっていう感じすぎてちょっときついなって思ったので、こっちの方は飲めるかなと期待しつつ、あとめちゃくちゃ話題な飲むエルメスと言われているビタミン剤、アイドルとかが結構飲んでて、私まだ飲んだことなかったんですけど、他にもいろいろいろヘアメイクさんにつけてもらってめっちゃ良かった、アノブのトリートメントじゃなくって、巻く時にボリュームアップで使う用のカーリングエッセンスっていうやつとか、いろいろ買いました。そしてこっちはこれがおまけ。すごくない？あまりにも買いすぎたので店員さんがつかみ取りみたいな感じでバサバサっておまけくれた。で、こっちはコスメ、細かい系が入ってます。ペリペラのアイパレットとか、私が好きなフィリミリのスポンジ、これはあまりにも好きすぎたので50個入りと14個入り3つ買って、あとお通じが良くなる、これも結構話題のディープウォーターっていうやつも買ってみて、これすごいですね。3本買ってきてほぼ3本飲み切りました。で、韓国の大型スーパーで買ってプルダックポックンミョン、これ本当大好きで、ジャジャー麺なんだけど、私が辛いの食べれるきっかけにもなったラーメンです。辛いのが全く食べれなかったんだけど、これ食べ始めてからプルダックの美味しさとかが分かって、もう大好きなラーメン。でも日本には売ってないっていうのと、あと韓国でも店舗に置いてないんだけど、大型スーパーだとこれ売ってました。本当はこの袋タイプよりもカップに入ってる方がちょっと味が美味しいの。麺への絡み方がちょっと違うんですよね、味が。っていうならカップの方が好きだけど、でもカップだとめちゃくちゃかさばるのでこっちを買ってきた。とあとお土産、いつも韓国行くと買うブラウニーで、これ買ったのはザ・マスクショップっていうところだったんだけど、 SNS とかでいろんな人が結構あげてて初めて行ったんだけど、正解はどうかわかんないんですけど、もしかしたらパックとか本物じゃないのかなって思って、正規品よりかなり安くなってるっていうのと、あと正規品と比べるとちょっとあれ違うなっていう部分とかがあったから、個人的にはパック買うなら正規品のところで買った方がいいなって思いました。タンバリンズとかもあったんだよね、めっちゃ安くなってたからほんまかって思って。で、マスクショップの隣にもパックとかいろいろコスメが売ってるところがあって、そっちがすごい安いって聞いて行ってみたんだけど、なんかそっちがすごい安いのもあればもう一つの方が安いのもあって、でも全部本物かわかんないっていう不安がある。あ、でも匂いはしっかり一緒ですね。うん、使い心地も一緒っぽそう。これで本当に正規品だったらめっちゃいいけど、でも行くとしたらもしかしたら偽物もあるかもっていうことで、ちょっと私はもう行かないかなという感じ。そして Vlog1 本目であげた薬局で買ったやつ、ずっと気になってたノスガナゲル、これ傷口とかにいいっていうやつと、あとニキビにつける薬2つと、のど飴、韓国ののど飴、前カムバの時にマーキュリーと、マーキュリーのお友達のユージくんっていう子が私が体調崩しちゃった時に薬局に連れてってくれて、でその時にのど飴買ったんだけど、トローチみたいな感じでめっちゃ効くのに美味しいっていうやつがあったから、ちょっとこの冬は韓国ののど飴いろいろ買ってみようかなって思ってる。で、こっち側にチャックがついてて、すごい大きいチャックなのね。で、そこにちょっと汚いんだけど、ももちゃんが CM をしているメディキュットと、あとなんか充電コードが乱雑に入ってるね。で、あと一応旅行中でも筋トレできるようにバンド、こうしゃん来ました。入りたがるよね。
ぞ。僕のお家ね、紹介してるから入ってて。ちょっとこっちに乗せるよ。で、反対側のチャックは真ん中で仕切りがあって、でも開きは全面開きでダブルチャックで、ここにはプロポリスキャンディっていうやつ、この間タイ行く時にめちゃくちゃ喉が痛かったので、とりあえず効きそうなキャンディ買おうって思って、で、いろいろ調べたらこのプロポリスキャンディが喉に効くって言われてたんだけど、個人的には韓国で買ったのだめの方がちょっとピリッとして喉に効くかなって思った。でも一応なくなったら困るから入れとくっていうのと、ティッシュ、ホットアイマスク、喉ぬる濡れマスク、立体タイプの濡れてるやつをここに入れてます。で、あとリファの持ち運び用のやつ、これは外出した時とかにカバンに入れようと思って持ち歩いてるんだけど、今の時期はあんまり湿気がないからそこまで必要ないかなとは思うけど、一応入れてます。で、このリファの中に電池っていうのかなのが入ってるんだけど、黒い紐引っ張ったら取れるので、ここから外して手持ちの荷物の中に電池は入れておきます。私これ持って初めて海外行った時にここに電池が入ってるって知らなくって一回止められちゃって、なので皆さんも気をつけてください。で、反対側はサロニア、これは海外とか旅行行く時に持ち運んでるアイロンなんだけど、このねサロニアめっちゃ便利なんですよ。普通の大きさよりもちょっとちっちゃいんだけど、ミニアイロンよりも大きい中ぐらいのサイズで、コンセントのタイプ、海外で使えるタイプです。で、入れ物もあるから本当に便利で、家では使わないんだけどずっとキャリーの中に入れて持ち運んでます。パパチュール食べる、ここに置いとくね。どうぞ。で、さっきの立体濡れマスクのやつが反対側に入ってて、これ旅行の時とかめっちゃ歩いたなっていう時、足すっきりシート休息時間っていうやつ、これが普通のシートタイプになってて、グレープフルーツとスーッとするミントの匂いがするんだけど、これをふくらはぎとかあと足の裏とかに貼るといいんだけど、これよりも最強なのが休息時間のツボ刺激ジェルシート、これめちゃくちゃ気持ちいいです。韓国に2つ持ってってね、ちゃんと分けて使って、これはね絶対にキャリーの中に入れておきます。本当にこれおすすめ。ボツボツしていて足裏貼るだけでめっちゃスッキリする。本当にどうしようもなくしんどい時とかは樹液シートとかをつけるんだけど、基本はこれでこと足りるかな。はい、食べ終わりましたね。あと私顔に汗があまりかけないので、頭に熱が溜まっちゃって熱暴走みたいな感じで夜寝れない時があるので、一応冷えピタ、あとホテルは乾燥するから喉ヌールと目薬、ここはこんな感じかな。で、反対側がポーチが2つ、この重いポーチ。まず、ななこちゃんがプロデュースしたポーチ、これめっちゃ使いやすい。白と黒2つあったんですけど、黒をいただいたので使ってます。外にこんな感じのポケットあるから、私はカラコンめっちゃ入れてる。で、コスメはこんな感じ、汚くてごめんなさい。でも本当にたくさん入るからこんな感じでドバーっと入れてる。最近のお気に入りのコスメ、ソウルの UV マイルドサンクリーム、日焼け止めなんだけど日焼け止め感がなく、クリームよりもさっぱりとした使い心地なんだけど肌がごわつかないの。ソウルのスキンケア全部良すぎて、でも目代わりの時にしかクリームとか売ってなかったりしたから、早く目代わりならないかなって思って心待ちにしているっていうのと、韓国でソウル店舗とかソウルが売ってるところめちゃくちゃ探したんだけど、オリーブヤングとかにも置いてないし、店舗で買えるとこあるのかなって思いつつ、本当に目代わりを心待ちにしてます。ソウルはクリームも日焼け止めもめちゃくちゃ良かった。あとミルクタッチのスキニー&ロングマスカラブラック、こんなにちっちゃいのにしっかりと仕事をしてくれて、パチンとしたまつげを作ってくれる、プラスお湯落ち、これ本当にゲットした方がいいですね。これは持ち運びにも本当に便利だから必ずポーチに入れてます。あとロージーローザの鏡、別で持ち運ぶと割れちゃったりして嫌だなって思って内側のとこに入れてます。あとミワエスのチューリップランパー、色付きのやつ、これは好きすぎて、あとこんぐらいしかないじゃん、入れ替えないとなくなったら困りますね。最近のお気に入りはそんな感じかな。で、私はまた韓国に旅立つのでポーチはこの中に入れる。そしてこちら私がプロデュースしたバカデカポーチ、これもね本当に大きくてめっちゃ入るんだけど、どちらかというとコスメはななこちゃんの方が縦に長いからブラシとかも入れやすくて使いやすくて、こっちは日用品系がすごい入れやすいなって思って、これは必ず持ち歩いてる。オーラ2の歯ブラシ、サボンの
シャワーオイル、これ絶対持ち歩く。あとムラシャン、私が好きなトレニージョのカラーシャンプー、これは美容院とかでしか買えないやつなんだけど、私が知ってるムラシャンの中で一番綺麗に染まる。し、髪色綺麗だねってこれやってると毎回言われます。あとリジュランの美容液と、リジュランのクリームはあんまり使わないんだけど一応何かあった時のために持ち運んでて、あとサボンのハンドクリーム、今回なんか量がいっぱいになっちゃったからボディクリームじゃなくてハンドクリームをボディに塗ってます。とエムディアのスピーディークレンジングジェル、美容施術とかしてきたからオイルより優しいジェルの方がいいかなって思って、これもドクターズコスメですね。であともう一つクレンジング、美容施術する前にこっちのクレンジング使ってた、シューウェムラのアルティムエイト、これいただいたんですけどめちゃくちゃ持ち運びやすいサイズ、使い終わったら手元にあるシューのクレンジング入れようと思って。で脇のクリーム、メイク前に使うトゥベルのナノエマルジョンプラス乳液ね、とシャンプー、これもねいただいたやつなんですけど、フローディアっていうシャンプースリークモイスト、普通に使いやすい。あとシリコンマスク、めっちゃ乱雑に入ってるけど、と折りたたみ聞くスマホスタンド、あとメガネこのまま入れちゃってるソウルのクリーム大きいから入れ替えてこんな感じで持ち運んでるのと、何かあった時のために肌の様子見つつだけどアルビオのエクシアホワイトニングイマキュレートエッセンス、大好きなやつ、これを 2,3 個持ち運んでます。あと耳栓は本当に大事だから 4,5 個こんな感じで乱雑に入れてる。耳栓が多分この中で一番大事、どこ行っても耳栓ないと寝れないですね。あと鼻クリップ、ヘアクリップ、これはヒンスのノベルティでついてきたやつかな、とヘアバンダナ、いつもモコモコの可愛いやつ使ってるんだけどあれだとかさばるから、どっかのホテルにあったやつですかね、めっちゃ薄いし使いやすいからこれ使ってる。と綿棒たくさん入ってて、化粧水は BMα-V のローションプラス GF グリセリンフリーのやつ、とクンダルのトリートメントホワイトムスクの香り、これがすごい好きでアイハーブにミニボトルがあったのでそれを買いました。あと入れ替えた香水、これはコスデコの一番人気の香り、ちょっとよく入ってたなっていうレベルでめちゃくちゃ入ってんな、まだまだ入ってる。カッサ、これずっと好きなカッサなんだけど、ゴッドサロンって書いてあるね、首とか足とかこれでいつもカサカサしてます。と私が絶対に欠かせない便通が良くなる漢方、これがないと私は無理です、生きていけない。あとちょっと体調悪い時とかにこれ飲むと、風邪薬じゃないんだけど少し体調良くなる気がして、ケイメイガシン酸、これ胃薬ですね、このタイプでめちゃくちゃまずいんだけどこれあった方が調子いい、いっぱい持ってます。でコームとロキソニンとか薬系もここに入れてますね。あと最近すごい好きなタイムシークレットのミネラルリンクルリップ、これ保湿力すごい高いから好き。とキャンメイククイックラッシュカラーのリムーバー、マスカラオフするやつ、あとカラコンとかも入ってるね、キャラメルスフレとか、あとニキビパッチ、ニキビパッチはオリアンで買ったものをいつも使ってます。まだまだ入ってますよ。どっかのホテルにあった歯ブラシ、これ多分韓国ですね、韓国歯ブラシない時とかがあるから一応2つ持ち歩いてます。あとどっかのアメニティ持ってきたやつと、歯ブラシめっちゃあるな、1つ置いてこう。とツイッターでバズってた寝る前にこれを食べると口臭が気にならなくなるっていうバイオガイアってやつ、意識してこれを食べたことがないからまだ実感はしてないんだけど、韓国キムチとかニンニクが入ってるものが多いのでこれを一応入れてます。あとファンケルのクレンジングと洗顔クリームも入ってるね、これタイ行く時に買おうって思って買っといたやつだ。あとここにも蒸気でアイマスク入ってて、あと絆創膏と湯船があった時用で、一応私の好きな温泉巡りと温泉系の入浴剤と大好きなキュレルのパック、これは夜用ですね。でメイクする前はルルルのパック使ってます。はい、という感じのポーチの中身です。これがね入れすぎて厳しいのよ。これもまた入れて、そしたら次こちら見て、ポーにそっくりでしょ、かわいい。ポール&ジョーのポーチなんだけど、これ5年以上前とかかな、ななこちゃんとご飯行った時にななこちゃんがこれプレゼントしてくれて、ここからずっと使ってます。でこの中はコスメとかじゃなくって充電系を入れてます。アンカーの 45W の充電器、これ iPad 用とあと iPhone 用があります。で iPhone 用の充電器、根元 USB タイプなので、これはアンカーじゃなくって変換器を使ってつけるようにしてる。でこの変換器がねめちゃくちゃ使いやすくて、テッサン
っていうところかな。韓国とかで使えるタイプの変換器なんだけど、これに普通のコードさせるとこが 1,2,3 あって、で USB さすとこが3つあるから、これ1本で割と事足りる感じ、すごい便利です。であとなぜか C タイプのやつがもう一つ入ってて、あと変換器 SE と C タイプで、 SE と C タイプ両方同じじゃんって思うんだけど、 C タイプの方がちょっと細くて、 SE の方が少しだけ太い。 C タイプ韓国のホテルだとたまに外れちゃう時とかがあるから、一応 SE も持ってってるけど、まあこれだけで足りるかな。でこれは C タイプですね。でそうだ、今回ね私ギャラクシーも買ったの。ライブが本当に綺麗に撮れるということで、ギャラクシー23ウルトラ購入しました。しかし全く使い方が分かんないのと、とにかく大きいからケースと手かける用のやつ買いました。これめっちゃ便利。でも横にね曲げると取れちゃうので、ちょっとそこだけ注意なんだけど、シンジモルっていうとこのバンガリング的な引っ掛けなやつ、これすごい便利です。でギャラクシーの充電が C タイプなんですよね。なので C タイプを一つ多めに持ってきます。はい、でこれも入れて、であと数年前のクリスマスコフレのシュウエムランとポケモンのポーチなんだけど、これは何かあった時のために生理用品とか、あとビニール袋とか入れてる。あと北海道も買わないとね。これはとりあえず出てきた貼らない北海道、今どんな感じか分かんないですけど、あとこれが下着、これは洗わないとですね。と靴、これはブーツかな。今回2足持ってってたんだけど、こっちの靴は1回も使わなかった。結局次の韓国一応これも持ってこうかな。そしたらキャリーは最後、服。服は今回4着持ってったんだけど、フライト用の楽な服と、あと2日目で着たスカートとかトップスとか、これ全部洗濯物行きですね。とパジャマと、あとジャケット持ってったんだけど、ジャケットなしでちょうどいい気温だったので、これ1回も着なかったです。すごい荷物になっちゃった。あとリランドチュールのお洋服、これすごいお気に入り。ドンキのイベントの時も着たんだけど、こんな感じのめちゃくちゃ薄手の服だけど、スタイルがよく見える可愛いワンピース、これも洗濯。あと去年買ってお気に入りのマイストラーダのスカート、これ本当に形可愛い。色違いで買っとけばよかったな。あとヨレッキョレのパジャマ、あとスパッツっていうのかな、ちょっと着圧系のスパッツなんだけど、寒かったらどうしようと思って一応持ってったけど一切使わなかったですね。服はそんな感じで、キャリーの中身は終了です。そしたら次は機内に持ち込む用のバッグ。インスタの広告とかツイッターとかでもめっちゃ一時期出てきて買っちゃったんだけど、どれが本物か分かんないぐらい偽物がすごいたくさんあって、こんな感じの大きいトートバッグで、反対側がキャリーの持ち手のところにかけれるっていうやつ。私はアマゾンで買ったんだけど、最初このぐらいの大きさで、下にチャックがあって、これを開けていくとこんな感じでちょっと大きくなるんですよ。これがめちゃくちゃ便利で、これの中身は iPad をこの中に入れて、であと入らなかった軽い系のお土産、もう本当に大好きなオリーブヤングで売っている海苔のお菓子、これはめちゃくちゃ食べましたね。これ大量に買ってきたのと、うわやば、水もう飲めないやつですね。とフライトで使うかなと思ってここにもアイマスクと、あと携帯充電器がここにめちゃくちゃ入ってます。ミサモのライブの時に会場のくじで当たったやつ、私サナちゃん当たんなかったんだけど交換していただきました。でこれはアンキーの充電器なんだけど、これ3つコードがついていてすごい便利なんだが、使いすぎるとこのコードが使えなくなるっていうね。ちゃんと3タイプついてます。これが充電器の中では一番使いやすいけど、コードがめちゃくちゃ短いっていうのがちょっと悲しいポイントで、そのまま充電できるから本当に便利ですね。これを一つと、なんかあった時怖いなって思って、アンカーの13000マっていう充電器ね。あとさっき言ってたリファに入ってたリチウム電池、でも次の韓国は大きいアンカーは置いていきます。2泊3日だし大丈夫でしょう。で私韓国行く時いつもグローバル Wi-Fi を借りてるんだけど、それじゃなくてで友達が SIM がいいよって教えてくれて、私本当に古い人間だからさ、新しいもの一切手出さないっていう傾向があるんだけど、わすごい簡単なんだ、いいんだって思って今回は SIM 使ってみました。私が買ったのは友達がおすすめしてくれた KT SIM っていうやつ、 KLP SIM 高速データ通信無制限っていうやつの 5days 買ってみたんだけど、何事もなく便利に使えたから、これからは SIM でもいいかなって思った。で万が一何かあった時のためにやっぱ Wi-Fi 借りた方がいいのかなとも思いつつだけど、であとタイの時用に買った
たアイマスク、タイフライト5、6時間だったからちょっと怖いなと思ってアイマスク買ったんだけど全然使わなかったから、これは置いていきます。で、エアポッツ一応メインのカバンの方にも入れてるんだけど、何かあった時のためにちょっと音楽聴けないと移動辛いなって思ったから、ノイズキャンセリングじゃないエアポッツも持ってます。あとアクセサリーで、このカバン最後に紹介するのがこれ本当に買ってよかったなって心底心から思うグッズ。もうこれはみんなにも買ってほしい。こんなにコンパクトになってるんだけど、開くとこのぐらいの大きさで、これ枕になるんですよ。ここにね、膨らますところがあって、で膨らますやつとかってさ、例えばフライト一人で乗るときとか、横の人にめっちゃふっふっふってやってるとちょっと迷惑かなって思ってちょっと苦手だったのね、あのタイプだけど、これはいくよ、これで終わり。すごくない？ちょっと空気入れるだけでこんなにしっかり膨らむの。で、あとこんなに膨らませなくてもちょっと膨らましてフライト飛んだら気圧でパンパンになるから、もうちょっと空気少なくてもいいレベル、1秒あれば膨らませられる首枕で、膨らました方はこんな感じでカバーがあって、こうやってこのままクッて締めると首が一切動かない感じになります。でも、何点を上げるとしたら、ここ剥がす時に結構音がするぐらいかな。それ以外は本当に本当に買ってよかった。で、私は外しちゃったんだけど、ここボタンがついてて、ここにフードもついてました。なのでこれしながらフードかぶって暗くして寝れるよっていうやつ、本当にめちゃくちゃいい。こちらにテロップ書いておくので、ぜひ Amazon で見てみてください。でもすごい安いわけじゃなかったけど、一つ持ってたら一生使えるし、これは本当に買ってよかった、おすすめです。で、タイ行く時本当にフライトが怖かったから、これ系のやつ他にもいろいろ買ってみて試したんだけど、首が一番固定されるのがこれでした。首が短めの人は少しこれは苦しく感じるかもしれないんだけど、首が少し長めの人だったりとかおすすめかな。あとこれすごいのが、空気出すとき、普通の空気入れる系だとシューって頑張って押して出さないといけないけど、これはここを押すだけ、押しながらじゃないと空気が出ないんだけど、一瞬で空気出せるから、それも嬉しいポイントですね。これ考えた人天才だよ。で、使い終わったらこっちくるくる巻いて、ここのカバーのとこに入れればかなりコンパクトになるので、全然かさばらない。ちょっとしたボールだよこれ。はい、という感じの持ち運びバッグ。パソコンとか持ってくときもこれに入れてます。で、さすがにオタ活のカメラとか持つときはちょっと小さめの機内持ち込み用のカバンに機材系は全部入れるかな。はい、そしたら最後、これも本当に押したい、本当は後ろなのかな、私は怖いから前に入れてるんですけど、前でも後ろでもかけれる系のバッグ。フライトの時いつもプラダのカバンとかで行ってたんだけど、毎回パスポート取り出すのだったりとかちょっとめんどくさいなって思って、いいカバンないかなっていろいろ探してたところ、 Amazon でこのカバン見つけた。バンジーっていうのかな、ちょっとテロップに載せておきますね。このカバン1万円以下なのに本当に優秀すぎるということで、何が優秀かというと、見ていただくと分かるんですけど、チャックが外側にめちゃくちゃ多いの。なので ADHD の私でもここに何入れたっていうのが分かるぐらい整頓しながらカバンの中身を作れる。まずここ上のところはめちゃくちゃ汚いんだけど、ネイルオイル、ボン先生のリップ、ロキソニン、サボンのハンドクリーム、これタイで買った鼻スーッとするやつ、これがねめちゃくちゃ良くて、片側が鼻スーッとするやつ、めっちゃいい。で、日本で売ってるやつはこっち側だけだったんだけど、タイにね反対側、なんか液が出るタイプのが反対側についてるの。だからこれ頭痛い時とかにこめかみに塗ったりすると結構スッキリするよっていう感じかな。あと遊郭さんの喉飴、フライト中結構喉くるかなと思って、私が大好きなハーブ&マイルドミルクの遊郭さん、これが日本の喉飴だと一番好き。あと出ました、慶明菓子さん、一応ねフライト機内ご飯とかもあるから3包入ってる。あと私は基本的に外にいる時は口臭が気になっちゃうので、ずっとガムを口の中にフリスク代わりみたいに入れてるんだけど、クロレッツのガムと、目が痛くなったら困るから一応カラコンミムコのブラウンフォンデュを入れております。あと目薬、ヒアレイン S っていうヒアルロン酸の入ってるやつかな。でこっちに縦長のところがあるんだけど、ここは縦長のものが入るということで、私はボールペン機内で記入したりするのですぐ取れるようにここに入れてる。あと充電コード
なんで？とあとまたのど飴、あと耳栓も一応入れてます。で次ここの大きいところ、ここには鏡、ティッシュ、ウェットティッシュ、あとハンドクリーム、この3つが入ってます。携帯とかここに入れても良さそうなんだけど、携帯はすすっと取りたいからここには入れてない。もっとここ有効活用できる気がするんだけど、何入れたらいいかまだ分かってないんだよね。そしてこっちの横、ここはさっきよりもっと縦長いやつ、ここはUSB の充電コード入れてて、あとさっきの縦長の充電、これをここに入れてた。あのね、想像以上に結構入るんですよ。これ横幅あるからさ、こんな細いとこより入らないんじゃないって思うじゃん。普通に入るの。私はここに入れてここから充電してます。本当に便利だよこのカバン。他にもこれ系のカバン売ってたんだけど、チャックがあるっていうのと、ここが少し防水になってるから、そこもポイント高い。で最後の外チャックはここ背中側のここにあるんだけど、ここが本当に便利で、いつもこうやってカバンかけてるから、ここのチャックスッと開けて、ここからパスポート取ってます。いつもパスポートあれどこ行っちゃったっけってなるんだけど、ここに入れとくと一番自分に近いところだから、すごい入れやすくて、すぐ物なくしちゃったりする私でもこれは使いこなせてる。めちゃくちゃ便利だよこれ。であと韓国用の財布、これミッフィーちゃんのムック本のやつについてきた付録かな。すごい可愛くて、よしいけさんが豆吉豆子のこういう感じのやつを使ってて、私こういう存在すら知らなかったんだけど、わこれいいなって思っていろいろ探したらミッフィーちゃんあったから買ってみた。でこれは韓国のお金とか日本円だったりとか、あと SIM、 韓国着いた時に買えれるようにここに入れてたり、あと友達に渡す用のももちゃんのトレカとか、あとワウパスとかもここに全部入れてます。すごい大きくっていろいろ入るし、小銭入れるところとかもあるから、これめちゃくちゃ便利。領収書とかも全部これに入れてます。でこのカバンの中身ちょっと見えづらくてごめんなさいね、こんな感じになってて、中も結構ポッケが多いんだけど、こっち側に大きいポッケ一つで、ちょっと段差あって低いポッケ一つ、ここに普通に入れれるとこがあって、反対側はチャックになっているところが一つで、メッシュになっているところが一つあります。で中はね、正直すごい入るっていうわけではないから、あんまり持ち運ばないようにはしているんだけど、縦が結構長いので割と縦長に入るって感じかな。で私持ち運んでるのは慶明がしんさんどんだけ好きなんだよって感じなんだけど、ミムコのノベリティでついてきたこういうパカッて開くポーチ、この中に薬系を入れてて、慶明がしんさん、ロキソニン、ビタミン C、 目薬とか入ってますね。ちょっと慶明がしんさん持ちすぎやな。これめちゃくちゃまずいんだけど、胃薬って薬じゃないですか。で肝臓に結構負担かかっちゃうから、漢方の慶明がしんさんの方が体に優しいかなと思ってそっちを飲んでます。でマスク、ギャラクシー、メガネは一応なんだけど、こんな感じの、これも韓国ですんごい前につけてたやつですね。ダウンタイム結構ひどいかなって思ってメガネ持ってった。でマスクは予備のマスクとかも結構入れてますね。あとペタグミ本当にグミは韓国には必須ですね。空港降りた移動中の時とか、お腹空いた時とかにやっぱグミあると助かる。でペタグミのゴールデンパイン、私見たことなかったんだけど、お仕事の時にミワイスのチームの方が買ってきてくれました。これまだ全部食べてないけど、一枚一枚大切に食べてる。でこれが全部入って、でフライト用の着圧ソックスもここに入れてる。そうだ、これも入れなきゃ。ガスピタン、最近の私の必需品なんだけど、私空気を飲み込んじゃう癖があるっていうのと、あとノーストレスが高いとなんかガスが溜まりやすいらしくて、あとフライトで気圧上がるともうガスが胃にすごい溜まっちゃうんですよ。大変なことになるから一応ガスピタンも持ってきます。これ何なんだろうな、本当に調べたらなんか症状の名前も出てきたんだけど、解決策がない。ほんとここ1年ぐらいでこの症状がめちゃくちゃ出るようになって、椅子に座ってるだけで空気飲んじゃう時とかがあってすごい困ってるんですよね。はい、あとポーチ、ポーチはボカニ、これカスちゃんにいただいたんだけど、これがね本当に使いやすくて、ボカニはね服も可愛いしノベルティとかも最高ですね。ねえまた慶明が審査入ってるさすがに入りすぎ、ちょっともうこれ置いていくわ。あと持ち運びのポーチかなり少なくなったんだけど、綿棒、書き直すことはあんまりないんだけど、万が一
1の時にシリライナーの02番これは本当に最近のメイク必須。あとパルガントンのマスカラ、パルガントンのマスカラはすごい塗りやすい。あとエスポアのカンナム店で作ったクッションファンデなんだけど中の期限切れてるかなって思ってスポンジ洗って別のファンデーションを入れました。とミワイスの私が大好きなチュルリップランパーの色付き、とセザンヌのトーンアップアイシャドウ02番、これ昔めちゃくちゃ使ってたアイシャドウなんだけど普段使うことはなくなったけど持ち運びにこれ一つ持ってると涙袋作れるし、これでハイライト代わりもなったり目尻のアイシャドウ取れちゃった時にも使えるからすごい便利で使ってる。あとケイトのリプモンの14番が好きでこれも持ち運んでますね。あと前髪クリップとかあとスポンジも入ってます。あとロム&のノベルティでついてきた鏡も一応入ってるけどいらないよね多分、鏡持ってるからね。とそうださっきどっかに入っててあれって思ってたんだけどバビメロのパーフェクトフェイスパレット、これなんかボロボロなんだけど結局これ持ち運びに使いやすいですね。シェーディングカラーも入ってるし白いパウダーも入ってるしハイライト入ってるから一応入れとく。はい、という感じのフライト用のバッグでした。これは本当に優秀すぎるからぜひみんな使ってほしい。私いろんなカバン使ったりするのがすごく苦手だったんだけどでもこれは入れ替えてでも使いたいって思える最強のカバンだからこれおすすめですね。あと普段プラダのカバン肩にかけるとこんな感じにはなっているんだけどやっぱり肩こりしちゃうのね。だけどこれの場合ここクッションついててしっかり太めになってるからあんまり肩に負担がかからないんですよね。それもすごい好きなポイント。あと抱えられるっていうところとかも好きですね。本当にこれはおすすめだから全然案件とかでも何でもないし何なら案件欲しいぐらいなんだけどもう本当にこれおすすめだからチェックしてみてください。であとね背中の部分ここもちょっとふかふかしてクッションがついてるから中にいっぱい荷物入れたとしても痛いなってことがないっていうのもすごくいい。 iPad とかだったら入るぐらいの大きさかな。何してんだい。で忘れてたんですけどこれがフライト用のカバンで韓国で買い物行ったりする時とかはこっちのプラダの大きいカバンを使ってました。なのでこれもねこの中に入ってました。こっちの持ち運びのカバンは基本は一緒ですね。はい、っていう感じのアウトパッキングとキャリーケースその他もろもろの中身紹介でした。いやですね。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。